ミルクサッカーアカデミーの上馬でございますノーミルク佐藤です先生コンモ今日もお願いいたしますコンモって <laughs> お願いしまーす<笑><笑>ええちょっと待ってすごいこと書いてあるんですけど上に何これフランクフルトミッドフィルダー鎌田第一選手どうやら獲得レースが行われます <laughs> 浜田大地選手といえばね、すごいランキングをもう叩き出してるわけでしょ、数値的に、ね。そうなんです。それはね、また後ほども言いますが、ね、一応、あの、今季ね、欧州5大リーグの中で、アセット3位というところになってるこれも、だから、どこ行ってもおかしくないよ、みたいなね、ステップアップ。ね、話になってましたけどそ,それ、この間ね、はい、最近、ミルアカでも、そしてあとミルアカのツイッターでも話してたんですけど。ねねはい、そうしたら、どうやら、<あ>セビージャ、ああトッテナム、ワトフコードああ。ひゃー いずれもとなる名門チームから、で <いや S 1> もうこれはな <laughs> がかかったとかかからないとか、噂の段階のそういう、まあ、まだ噂の段階ではありますけど、どうやら話が上がったので、じゃあ、この3チームだったら、どこに行くのがベストソーカー、考えてみようー、すごい。<laughs> これは楽しそうな時間になりそうですね。ちなみに、まあさ、はい、皆さん。はい。はい で、基金というかフランクフルト側は、あ過去このね、はい、あの遺跡で、大地君を取りたいんだったら、これぐらいくださいねっていう言ってるのが、はい、40億円、40億円日本円にして。わー、すっごい、とんでもないですね。そうです、ね、僕の年収で言ったら、2年ぐらい働けないと無理ですね。まあさー、はい、はい、もう,う下手ですね、受け方。受け方下手ですね <laughs> いや、何も考えてなかった、今。<laughs> 私が下手でしたごめんなさい,、はい、いや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 。はい、ということで <laughs> えと40億円なので、まあ、どれぐらいだっかってなかなか皆さん分からないと思うんですけど、はい、日本人、例えば香川選手とかでも20億とかそれぐらいだったんじゃないかなと思うから賭、はい、け獲得したレベルのもうちょい上かなってそれぐらいのところまでいきましたね、はい、大地君は。はい、すごいことでございますと。すごい とというこでまずこちらご覧ください。えーはい、まず1枚見てくださいと。と、はいえー、冒頭でも言いましたが、2020、2021シーズンの欧州5大リーグでのアシストランキング、こちらでございますと、はい、えー、今年の1位はバイエルンのトーマス・ミラーさんでございます。はい、18アシストと。まあ、分かるところ。2位がトッテナムのハリー・ケインさん。あ<ー> <laughs> まあ、まあ、分かるところ。これはブンデスとかね、プレミアだけじゃないってことだもんね。 そうなんですブンデスプレミア、セリエ、ラリーがそしてリーグアンのすごいですね。で、それに次いでくるのが鎌田大地と。これはだって、もっと大々的に朝のニュースとかでやらないとね、これ、日本でね。そうですね。大谷翔平ばっかやってないでね、しょうがないけどね、大谷翔平、すごすぎるからね。大谷翔平はメジャーリーグの中でトップのホームラン数ですから、でもね、同じぐらいすごいんじゃないの、これ。いや、本当にすごいんですよ。ね。 鎌田大地さんとあと同じく同僚のエコスティッチさんそしてアタランタのマリノフスキーさんとセルタデビンゴのイヤゴ・アスパスさんが3人並んでるとちなみにこの鎌田大地の下にいるのがデブライネデブライネフェルノ・フェルナンデスジェイドン・サンチョヨナ・ソフマンルカクバルレまあそうだねすごいじゃないじゃあすごいんですあえてね下って言い方しましたけどじゃあこの遺跡ウインドウですかこう目玉の一人ということですかね 間違いないですね。えー、これしかもあのー、間違いないって言える理由がいくつかありますね。あのまあもちろんね、うん、えーこれだけの能力というかこれだけの成績残してんだからそれみんな欲しいだろうっていうのがまあ一つ。うん、はいはい。でもう一つとしてはうん、うん、あのフランクフルトの,あの内部あの経営側のメンバーが監督含めて、うんうん、えこの夏一挙退団されてしまうんですよ。あへえ。うんだからちょっとフランクフルトも結構内部がだっと変わるっえ。ほうほうほう。 この時期である意味ではチーム、まあ、解散じゃないけど入れ替える形を変えるっていうのが一つポイントなのかなと思うのでう,そう大地区移籍の可能性はありえるでしょう。チーム自体の順位はあんまりよくなかったんでしょう、今年しは,はあ。いや、えー、っとですね、<あ>えー、最終節抜かれてはしまったんですけど、最終的には来年もヨーロッパリーグに出られるっていうこともあるんですよあでしょあ。でもやっぱ変わるんだよね、なんかいろいろ。ただやっぱ鎌田選手としても EL は経験したので、はい、あと次 CL だなって感じですから、うそう考えると CL いけるチームか、ね、もしくは来年 来年 CL じゃな,くたとしなかったとしても、うん、あの定期的に CL 狙えそうなチームに行けるっていうのは、ね、いいステップアップかなとは思います、はい、だからああのまあ、でブライネさんみたいにもう明確にそのトップ下同じポジションの人がいるところはまあ別としたりとかそれ以外であればもうどこでも移籍金離れるチームだったら鎌田さん、どこでも欲しいなって状況です。う 来てまたね、どっか行って出れる出れないみたいになっちゃうの残念かな。そうなんだ。って感じだけどね。一回テンション上がるけど、チーム名で。そうなんだ。やっぱ活躍してほしいもんね。いくつなんでしたっけ、今。今ね、今年25になる人なんですよ。ああ、そうですね。めくるタイミングね、いえいえ。ドんドンって言ってください。ドンって言った私避けるんで、そこ。はい。えー、まあ、はい。ってことで、この3チームでご覧いただきてと。 フランクルさんえ、うんえ、フランクルさん、カマラ大地選手をいただきてよってことで、今狙ってるよという形になりますと。きっ、はい、と今後、この後今後も増えるかなと思うんですが、はい、ひとまず今回、このセビージャ、トッテナム、そしてワットフォードの3チーム、どうしてカマラ大地を欲しているんだろうってところをまず見ていこうかなと思っております。うんうん、わかりました。この3チームなんだね。とはい。ってことで1チーム目、うん、セビージャから参りましょう。こちらでございます。はい、どんど、うん。うんうん、はい。まずセビージャさんなんですが、え今季、 えー、2020−21 シーズンは今、この第37節、うん、いわゆる最終節の直前終わった段階で3位か4位で終わりそうだというか4位以内は決定したんですそうだね、まあ、EL の王ですもんね、うん、セビージャといえばね。で、来年は CL 確定です。なるほどということは、フランクフルトは来年 EL なので、うん、CL 出られるセビージャに行ければ、鎌田さん。 はい、ステップアップといって、これはも間違いない。で、ただ一個問題なのとしては、はいはい、これ、メインの、ね、メンバーでちょっと11人組んでみたんですけど、ッー4、1、2、3の、いわゆる、えー、あの彼が一番得意のトップ下枠はないんですよね。なるほどね、2人、インサイドハーフシステムってことですね。 ただセビジシーズンやってきて得点はエンニシリさんが18点取って結構点取れてるんですけど、うんうん、アシストがこう2桁っていう選手はおらずしかも6アシストが最多だったってことから、うん、やっぱそういうそのアシスタが欲しいよっていうのはまあ間違いなさそうだとあとやや年齢高めなんですよこのチームああそっかうん若返りがちょっと来されるということですかね主におそらくはラキティッチの後玉枠にたま大ないあすごい すごいですよね。第一ッチの方ですね。第一ッチ欲しいわけそうなんですよ。ここ8歳差ぐらいあるので。なるほど。ワールドカップ2大会ば、2大会分ぐらい行けますから。なるほどね。そりゃわかるなといったところですね。ただ僕はちょっと、セビージャ本当にってのはちょっと懐疑的。私もね、先生ね、ちょっと信用してないですよ、セビージャさんは。理由ありますよね、我々清武選手の時のことがあるわけでしょまあさん。ええ。 そっくりなの状況が <laughs>。ああ、そうですか。あ、確かに、ね。救急練にそっくりって書いてある。ああ、本当だ。そう。確かになあのね、あの、そっくり清武さんが確かの、はい、ハノーファー降格した時に、あ<ー>セビージャに移籍したんだけど。期待したよね。すごいビッグクラブに入ったと。 そうなんですよ。彼があの時ね、13アシストとかしてたはずで。はい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 。同じような形でアシスタ欲しくてだったんだけど、やっぱ合わなくて&、やっぱラリーガにはつもね、3人の基準ありますから、FA、あの、あれだ、えっと。そう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 。そこから漏れちゃってってあれがあったんですよ。あれなんですよね。合わないもあったかもしれないですけど、やっぱりさ、いろんなやつに目つけてるからさ、取れちゃったりすんだよ、同じポジションの人がね。いや、そうなんですナスリじゃなかった、あの時は。あ だなそういうのがそうでそれ弾かれちゃうよみたいなやっぱり怖っと思いましたね、えー。しかもその前にね、えー、セビーちゃん目つけてんのこのポジションで南の匠ですからね。うん あ、そうなのか。どうなるかわかんないから、なんか。そうだね、セビジさんさあ、それも勝っていかなきゃってことですけどね。ただ、いいチームだったことは間違いないです。もうテンション上がったもんな。そうですね。まあでも可能性はあるということで、セビジャーさんとかありえそうです。お願いしますよ、セビジャーさん。これ取ったら使ってくださいよ。はい。で、続いて、今度はワトフォード見ていきましょう。ワトフォード。こちらでございます。こちらはね、プレミアですから。はい。え、ワトフォード実はね、あの、 今シーズン、2020、21シーズンは、はいえー、チャンピオンシップだったんですよ。プレミアじゃなかったんですよ。してらっしゃったんですね。いいねはい。ただ、無事、昇格を決めました。おめでとうございます。おめでとうございます。で、このワットフォードさん、すごいのが、センターフォワードのジョアン・ペドロさんとか、うん、右ウィングのイスマイラ・サールさん含めて、ストライカーは爆裂にたくさん存在するんですよ。ただ、一個、ずーっと明確に、ちょっとした弱点があります。はい アシスターがいない。ああ、明確なそのね。そう。ああ、なるほど。うん、だから、もう、みんなどうにか頑張って、繋いで。点決めれたんですけど。なるほど。トライカーがね、頑張って。そこで、パサーがいたら、話変わるよなという。ところ面白いですね。こっちは出れそうだよね。ここ出れそうです出れそう。ただ、問題は。あの、残留が目標のチームになるので、プレミアの中で、そう、果たして、前線までボールを組み立てるんですかっていうことでしょ。 そうなんです最近のあのね、竹選手とか、ね、井選手とか。そうなんそういう感じの岡崎選手とかもね、なかなかそこに苦しむじゃないそうなんじゃないえー、崎だがちょっと、そうなんですよ。キーパーとかだったらね、いっぱい打ってこい逆にね。アピールしますよってことだけどさ。そうなんですよ。で、一応この中だと左ウィング、もしくはインサイドアフ二2枚のうちのどいつれかなんだと思うんですけど、トップ下、 やっぱりこのチームないので、そのあたりがちょっとうーんと思うと。ああ、そっかなるほどね。いずれにしても、ダゾーンで見れるからね、プレミアムとか。しいリーガーとかやったらね。ただな、セミリティー助かってもらえないかもしれないしな、他の人が行ってくるしな。まじゃ然、戦命感で行かないかもしれないしな、もうどうしたらいいんだよね。って思うときに、私、結構リアルかなと思うチームが一つありますと。真面目にとってらむ いやでもトッテナムは一番やっぱり名前としてはねそうなんですよまずねただ先ほどの2チームと明確に一つ違うのがトップ下のポジションがありますありますよこれがでかいあ本当だねさらにトッテナムといえばやっぱりあのエリクセン選手がいた時彼がトップ下今ねインテルいますけどトップ下役がちゃんと 機能してるときのトッテナムっていうのが強いんです。あ強かったね、確かにね。で、今年は、本当は、一列後ろのエンドンベーネ選手がトップてやってるったりもするんですけど、うんうん、なんかうまくいかないときもあって、うん、で、あの、モーリーヌ監督が辞めた後、デレアリさんが副長の気配を見せてきたんですが、どうやらデレアリさん、対談の模様で今年であ、そうなんですかええ。はあ、あの、実は、あの、最近彼女もできたんですけど、はあ、いなかったんですか <laughs> いなかったんですよ。<laughs> はい。 そしたらその彼女があのペップの娘っていう、うんうん。ええまさかのバーーでシティに行くんですかいやー、わからないけどね。えー、シティ、またパリ・サンジェルマンなって考え方もあるみたいなんですが、えー、どのみちトップスターが負債になりそうなんですよ。はいはいはい。で 今年のとっての問題なのは、<れ>ハリー・ケインが22ゴール、1アシ十三3アシストと信じられない結果残したのと、<laughs> ソン・フンミンの17ゴール、10アシストって、こちらもとんでもない結果残してるんですが、えー。ちょっと分散してあげたいよね。そうなんですよ。えー、だから、モーリーニョの最後のらへんと、あの、やめ,やめられたあたりからは、ベイルさんがさらに復調してきて。これは、あこれ前線の4人に入りたいね。そう、だから、ソン・フンミン、<ー>ハリー・ケイン、ベイル、第1カマだ。 超かっこいい,い。唯一のトップス枠超。超かっこいい。これがいい。先生、これにしよう。俺もこれがいいです。これがいい。えーこれは楽しみですね。ラストマスター、もう一個。えーえー、トえ。とってなら、いいんじゃないかと思う理由。もうまだあるわけですね。はい。はい,はい。はい。とってなは。えー、アジア人の活用法も知っている。ああ。そう、みんがね。戻ってそう。伊勢、あのね。 そう、韓国代表があるときには、ああ、なるほど、なるほど、とか、<ー>そういうのもある程度、こう、理解があるし、理解深いですもんね。はい。きっと、お食事もね、知ってるでしょ、孫さんに聞けば。そうなんですよ。あと、EL ね、今回は多分行くことになると思うんですけど、来年は。<ー>だとしても、やっぱ CL もコンサート狙える位置でもありますし、トップストアク、不足してますし、アシスター第一カまだ入ってきたら、面白そう。取ってください。 取ってください。取ってくださいこれもだって話が来てるこんだけの条件が揃ってるお金なんてあるでしょはい。はい、これ取らないで言うとすればもっといい選手が取ってのも取れちゃったしかないわけでしょそうです。もしくはあの、はい、もうちょい下の例えばクラブかもしれないけどそっちの方が例えばたくさんお金を出したって可能性もありえるってありえるのであうんまあいずれにしてもでもこの3チームが上ったら一番。 あいそうな。ああ、素晴らしています。とっ。とてなめさん、これアジアでもユニホームね。売れますよ。日本でも。韓国ではもう。か売れだと思いますけどもね。はい。はそう。ということで。っ手玉がいいね。はい。とってなもがいいねっていう結論ですね。はい、もちろんです。は <laughs> <laughs> <laughs>、もうちょっと喋りたいけど。先生がもう締めたがってる感じがする。<laughs> すっとねスッとお伝えして終わりたいですけどまたからね、楽しみししあと皆さん、5月20日に日本代表の発表がありまして、われわれも動画出しますけれども、そんなね5月、6月の時はすぐ決まらないかもしれないけど、うんうん、この代表ウィークがフランクフルトって名前で見れる最後だと思うのでうなちなみにこの辺の移籍っていうのは、どのぐらいの日程で決まるんですか大体7月、はい、あの東京オリンピックぐらいの時だと思って,あ<ー>てそうですか はい。楽しみに待ちましょう。そうですね。先生はとっても好きですもんね。サポーターでもあるわけだから。大好きです。これは欲しいでしょいや、来てほしいね。ね。うん、一応本当合うと思うし。本当ですね。見たいでございます。明日楽しみにしましょう。ということで、ちょっとテンション上がるニュースでした。ね。 え先生、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。した<ー>ミルクサッカーアカデミー。まだね、チャンネル登録してないよって方は、よかったら一回ね、してみるとも、<laughs> お願いします。ありがとうございます。お願いします。はい。ということで、またお会いしましょう。毎日やってます。井上馬でした。どう,したどうもミルクサトでした。それでどうも、どうも、どうも。